速攻電気チャンネルへようこそ。はい、ということで今日は TK ゴルフ部始まります。北村おじき、ありがとうございます。はじめ60代の皆さんと待ってまいりますので、はい、よろしくお願いします。じゃあスタート、イエーイ、お願いします。今練習してないから今日北村おじき、もうなんか30年ぶりぐらいですから。お、おいしょ。おいしょ。さあショートホールでございます。やっちゃいました。ボールが見えないけどバンカーです。おじきバンカーです。うちの元営業マン高島じじい、おいしょ。おー、ナイスオー。高島さんには勝ってくださいね。入りますか。約パーパット1メーター10ぐらいかな。じゃん。ナイスオー、ナイスオー。ここはあの西コース一番難しいところなんで、皆さん頑張っていきましょう。ちょっとナイスショット。ちょっとボールが見えてませんけど。いや落ちたとこはわからん。バンカーか。バンカーかもしれない。バンカーじゃないです。一番手サブローさんです。ちょっと左目。大丈夫だ。大丈夫です。落ちてきます。おじき。怒りのショットですね。これは怒りのショットです。ナイスショット。さあ、高島対北村っていうね。このハイスコアレベルの。おー、ナイスショット。100ヤードは飛んでる。はい、ということで次は8番ホール、ショートホールですね。さあ、右行った。どうだ。バンカーですね。さあ、おじき。あー、その辺に行ってます。ティーが長すぎたんだ。うん、下に落ちました。はい、11番ホール、はい、池越えです。あ、これやばい。飛びすぎた。ね、あ、でもなんか大丈夫そうですね。さあ。池越えられるか、北村おじき。あ、逃げたね。左逃げました。今のですね、皆さん、空振りって言うんですよ。いや、練習の一回に。力入ってる。お、あ、逃げましたね、右に。バッチリです。はい、ありがとうございます。
はい、ということで前半はこんな感じです。東道44パッパレー、田中50、北村65、高島言えません。じゃあ後半頑張りましょう。はい、というわけで TK ゴルフ部後半ですね、大雨に見舞われてしまいまして前半で終了と、皆さんずぶ濡れになって帰ってしまいましたので、私一人で最後挨拶させていただきました。以上です。疲れた。